アルミランテラトーレ級戦艦は、チリ海軍のちょうど急戦艦で、第一次世界大戦前に、イギリスに2隻を発注した、艦級である。本級は、南米諸国の県艦競争の最中の1911年に、チリが、イギリスのアームストロング社に2隻を発注した、クラスである。一番艦の艦名は当初は、リベルタ、ついで、バルパライソ、そして、 アルミランテ・ラトーレと改名された。二番艦、アルミランテ・コクレームが1913年に寄港されたが建造中に第一次世界大戦が勃発して二隻ともイギリス海軍に接収され、偽装中であった一番艦はカナダとして1915年に収益した。1930年代に取られたアルミランテ・ラトーレ。本級の基本設計はアイアンデューク級に取り、 艦首の還元の高い単線主導型船体を採用した。浮力確保のため水面下に膨らみを持つ艦首から、艦首甲板上に新設計の3 5 6トル砲を収めた連装式の主砲塔が背負い式配置で2機、2番主砲塔の基部から6角柱型の上部構造物が始まり、その上に操打環境が設けられ、 それを基部として頂上部と中段部に見張り所を持つ三脚型の全部マストが立つ。その背後には二本煙突が立ち、2番煙突のみ、太かった。その周囲は関西邸置き場となっており、煙突間に設けられたクレー日記により運用された。中央部看板上に3番手砲塔が後ろ向きに1機、配置された背後に後部上部構造物が設けられ、 後部見張り小規模として、簡素な後部マストが立った。後部甲板上に4番5番手砲塔が、後ろ向きの背負い式で2機が配置された。副砲の1 5 2トル速射砲は、単装砲画で、上部構造物の前側に2機ずつ、選主楼に4機ずつ後部構造物の側面に2機ずつの、片元8機の、計16機が配置していたが、 後部構造物の複法は3番、4番、5番手砲等が、片原射撃を行うと爆風をまともに受けるために、撤去されて門数が12問へと減少した。1929年から1931年に、かけて、イギリスで近代化改装を実施した。全部マストが多層化し、対空火器が 10.2cm 単装降格法4基に、更新された。 水中防御強化のために原則水栓下にバルジが追加された。1932年から1938年に後部甲板上にカタパルト1機を増設してフェアリー3水蒸気1機を運用していたが航空兵装は1941年に全撤去された。アルミランテラトーレの14インチ艦種砲塔手砲は新設計の 1910年型マーク3 3 5 6トルライフル砲である。その性能は7 1 9ラムの砲弾を行角45度で2 2 1 3 0ルまで届かせられる射程を得ている。不要能力は行角20度、深く3度であった。旋回角度は単体守備線方向を0度として左右150度の旋回角度を持っていたが、 三番手法等のみ、上部構造物により守備線方向を0度として、左右30度の社会制限を受けた。発射速度は2発程度であった。1931年の改造により、最大行角は18.5度へと引き上げて、射程を延伸された。1930年代に取られたアルミランテラトーレ。副砲は、新設計の 1913年型マークセベンテン1 5 2トル速射砲を採用した。その性能は4 5 3 6ラムの砲弾を、行角20度で1 4 8 0 0ルまで届かせられた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は、行角20度、不角のなどで、旋回角度は、 原則配置のものは160度であった。発射速度は1分間に14から18発であった。対空火器として1910年型マーク I7.62cm 広角砲を採用している。その性能は 5.67kg の砲弾を行革45度で 9970m、最大行革90度で 7160m の高度まで到達できた。 単層砲側、は左右方向に180度旋回できたが実際には上部構造物により社会に制限を受けた。方針の不行は行角90度、不角10度で発射速度は毎分12から14発だった。1920年代の改装で広角砲はマーク V10.2cm 広角砲を採用している。 その性能は 14.6kg の砲弾を行角44度で 15,020m、最大行角80度で 9,450m の高度まで到達できる、この砲を単装砲がで4機を搭載した。単装砲賀は左右方向に180度旋回でき、不行は行角80度、深く5度で、発射速度は毎分10から15発だった。 他に近接攻撃用に、ビッカース1九1 0年型マーク i 四点七センチメートル速射砲を採用している。その性能は一五キログラムの砲弾を、行角十二度で五千百二十メートルまで到達できる。この砲を単素砲がで四機を搭載した。単素砲がは左右方向に百八十度旋回でき、不行は行角三十度四深く五度で、発射速度は 毎分25発だった。他に、手法では手に負えない相手への対抗として53.3センチメートル、巨雷発射管を単装で一番手法等と5番手法等の、側面に1機ずつ、片面2機ずつ、計4機を装備した。1923年時の本級の武装、装甲配置を示した図。本級は手法を大型化したために、防御重量が減少してしまい、防御力は、 土球戦艦程度に設計された。本級の装甲配置は装甲巡洋艦と同じく原則に直接装甲板を張る直接防御のままであった。原則装甲の水戦部装甲圧においては弾薬こと機関区のみ 229mm で艦首まで 152mm から 102mm までテーパーした。 先首楼の側面は、百十四ミリメートルから百七十八ミリメートル。装甲が、張られ、上部構造物側面の複方ケースメートには、百五十二ミリメートル装甲で、防御されていた。主砲塔は、前立が二百五十四ミリメートルで、側面は百二ミリメートルで、比較的、厚かった。バーベットは、甲板上部は二百五十四ミリメートルだが、甲板下部は百二ミリメートル。となり、薄くされた。 本級の機関は、ヤーロー式石炭、重油根性水管管21機に高速用に、ブラウン・カーティス式高圧型直結タービン2機と、低速用に、パーソンズ式低圧型直結タービン2機を組み合わせ、4軸推進で、最大出力3万7000馬力で、速力22.75ノットを発揮した。竣工後の1929イコール1931年に、ボイラーを、 ヤーロー式重油戦勝水管艦下21機に換装し、推進機関をパーソンズ式ギヤードタービン4機4軸推進に換装。関係の肥大化にもかかわらず最大出力5万5000馬力で速力22.4ロットを発揮して速力の低下を防いだ。当初はチリ海軍によってリベルターとして議会に建造が承認されたが、 その後発注段階において解明され、バルパライソとして、アームストロング社に発注された。1911年11月に寄港されたが、浸水前に、フアンホセラトーレ提督に敬意を表して、アルミランテラトーレと解明された。第一次世界大戦勃発時には、未完成状態であったが、1914年9月に、イギリス政府によって購入され、カナダと解明された。 収益後は、グランドフリートの第4戦隊に所属し、1916年のユトランド沖海戦に参加した。その後は、第1戦隊に所属する。戦後の1919 19年から1920年まで、デボンポート造船所で戦訓に基づき、水平防御強化をはじめとする近代化改修が行われた。本艦は改修中の1919 19年に、 地理に売却され、アルミランテ・ラトーレの官名で1921年から収益した。なお、アルミランテ・ラトーレがイギリス政府に購入された際、船体が建造中であった姉妹艦のアルミランテ・コクランも共に購入されている。しかしながら、アルミランテ・コクランは戦艦としては完成せず、航空母艦イーグルとして完成したため、地理海軍には売却されなかった。 ちなみに、当時の南米は、アルゼンチンとブラジルが、土球戦艦2隻を保有しており、チリがちょうど急戦艦2隻を保有することはバランスを崩す可能性があったのだが、結果として、チリ海軍はちょうど急戦艦を1隻のみ保有することとなり、軍事バランスが均衡することになった。イーグルは1942年に戦没している。1931年9月、 アルミランテラトーレの乗組員は賃金カットに抗議して反乱に参加した。その後も地理海軍での近代化改修によってアルミランテラトーレは1958年まで現役任務を継続することができた。アルミランテラトーレは1958年に売却、1959年に日本でスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。